ね、あそうそうすごいよねオープンネックなんか24億資金調達したって言ってたなうんそうしたした昨日ダチューブやってたらさあのー、社長いてさオープンネックと、うん、んか俺ひれ伏しちゃったもんなんだろういつもだったら「あこんにちは」っつってたんだけどなんか知んねえけど24億持ってる人って見えちゃってあ資金調達 お勤めご苦労様ですみたいな感じで俺何言ってんだと思ってそう何言ってんだ俺っつってうんどこの彼でえなんかでもなんか綺麗なコネーシ当たり前だけどさそんな,なんかどっから調達したかっていうなんかソースも書いてあったよインターネットのなんかオープンレックの URL にここに書いてんのかありそな銀行も、まあ、こういう風に書いてあったねこれねうんそうただそうあのただそうなんですよ 僕もちょっとバカだから分かんないんだけどバカなにおいしいしあれ何の意味あるんだろうなのその調達しましたってあれあれ何の何の意味あるんだろうなあれうん、うん、あんまちょっとそこが分かんなかったんだよちょっと批判してるけじゃないその意味を知りたい普通に興味興味関心でそう何の意味あるんだろうってうんやっぱちょっとアピールすることで何か意味あるんだろうなきっとうんやっぱ 新しいことこれでっ作っていくっていうなんかね、うん、期待してねってことでまあまあそう,そうなんだろうねきっとね嬉しくなったんで、まあ、それだったらクソかわいすぎるんだからねうんすごいよねうん、うん、だから一応ちょっとね、あのー、使えるお金はあるらしいけどもどうなって逆にさプレッシャーになんねえかなって思わない例えば自分がさこんだけ調達しましたとからこんだけ用意しましたって声明するとさ 今度期待の眼差しが来るからこれからがなんかちょっとねな,なんか下手なことできねえなっていう本当は30億ぐらい調達できたけどちょっと抜いてるよひど本当にひど俺の言葉じゃねえからなお前の言葉だからな震えるがいい <laughs>